我々がもうこれは偽善だなっていうのはカラー革命、ジャスミンとかなんとか革命とかいろいろありましたけども、クリントン時代から始まったっておっしゃってましたね。はい、これはある種の民主党政権というか政策転換みたいなのがあったってことですか、戦略転換。すでに根本的な方針は1992年2月にペンタゴンで作成されたディフェンスプランニングガイダンスという政策で根本的な方針は明らかになってたんですね。で、1992年の2月というのはまだブッシュのお父さんの政権です。ただしこの政策をディフェンスプランニングガイダンスだ、ディフェンスプラこの機密書類を作るのにリーダーシップを取ったのはウォルフイッツ、当時は国務次官かな。そうでしたね、覚えてます。ブッシュ の, 音あの息子の時になって国防副長官になったんですけれども、当時は国防次官だったと思います。でウォルフイッツがこのディフェンスプランニングガイダンスの根幹を書いて、でそれをクリントン政権も受け継いだんです。っていうのは外交政策と軍事政策は誰が大統領になろうが、民主党が支配しようが共和党が支配しようが、その最も重要な政策っていうのはいわゆるディープステート、でそのディープステートの非常に重要な部分にイスラエルロビーとネオコンがいるわけですね。そうですね。でイスラエルロビーとネオコンっていうのは、民主党も共和党も両方とも支配してるんです。そうですね。ですから冷戦後のアメリカのグランドストラテジーを誰が決めるかっていうと、その根幹は92年の2月にできてたんですけれども、それをクリントン政権が次の年の1月から実行するのに全く何 の, あの不都合もなかったと、要するにクリントン政権もブッシュのお父さんの政権で作られたグランドストラテジーをあっさり引き継いだ。でクリントン政権時代から例えばね、2003年のイラク戦争でさえ、あれの元々の案は1996年にネオコングループが当時のネタニヤフイスラエル首相のために作ったクリーンブレイクというレポートがあるんですね。でそのクリーンブレイクというのはに参加したのは5、6人のアメリカのユダヤ人 で,、でもちろんネオコンなわけですけれども、この5、6人のネオコンがアメリカを使ってイランとイラクとシリアを叩き潰させるのは我々ユダヤ人もしくはイスラエル人の利益であるという報告書をテルアビブにあるシンクタンクで作成して、それをネタニヤフ首相に提出したんですね。それでネタニヤフがそれを受け入れたから、今度この5、6人 の, あのアメリカ国籍を持つユダヤ人はクリントン夫妻特にヒラリーにこの戦略案を持ち込んで、でビル・クリントンはあんまり乗り気じゃなかったんですけれども、ヒラリーが大喜びして、そうだそうだと、米軍を使ってイランとイラクとシリアを叩きのめそうと。で1997年だと思いますけど、もしかしたら98年かもしれない、ないんですけれども、アメリカの議会もすでにイラクレジームチェンジレゾリューションかな、イラクの体制変換を要求する決議案というのを通してるんですよ。だからブッシュの息子が2003年になって突然イラク戦争を始めたんじゃなくて、その元の原案っていうのは1996年と97年に生きてるんです。でそれをブッシュの息子が引き継いだだけなんですよ。そうするとヒラリーが賛成した戦争プランをブッシュの息子が実行したというわけで、これを見ても民主党だろうが共和党だろうが結局ね、支配しているのはアメリカの外交政策と戦争政策を支配しているのはディープステートであり、ネオコンであり、イスラエルロビーであるということがお分かりになると思います。そうすると今また考える余地は、今のイスラエルとパレスチナのこの戦いもそういう流れの中で考えるべきことになるわけですね。はい、なるほど。